んなで嚥下体操をしましょう。動画に合わせて一緒に運動していきましょう。椅子に座って行います。まずは首や肩の運動です。ゆっくり深呼吸をしながら行っていきましょう。首を曲げます。左右に3往復痛くない範囲で行います。首を回します。3周ゆっくりと行いましょう。肩を回します。3回ゆったりと大きく動かしましょう。次は腹筋の運動です。椅子の縁をつかみます。足を上げゆっくり伸ばしていきましょう。3回繰り返します。足を上げます。足を伸ばします。足を曲げますが足先は上げたままです。足を下ろして休憩します。あと2回頑張りましょう。お疲れ様でした。次は口の体操です。パ・タ・カ・ラ・を一文字ずつはっきりと発音いたします。5回行います。パ・タ・カ・ラ、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 パ・タ・カ・ラ。続いて一文字ずつ4回繰り返していきます。パ・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 タ・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 カ・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 ラ・ラ・ラ・ラ、パパパパ、タタタタ、カカカカ、ラララララ、パパパパ、タタタタ、カカカカ、ラララララ。次はベロの運動です。ベロを出し入れしていきます。次は左右に伸ばしていきましょう。最後に喉を鍛える運動です。額に手を当てて頭を後ろに押します。その力に対抗するように首を曲げていきます。この時背中が丸まらないように背筋を伸ばして行いましょう。それでは5回繰り返していきます。息を止めずに深呼吸をしながら行います。額をしっかり押していきましょう。喉元が疲れてきたらうまくできている証拠です。次で最後、最後まで頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。これで嚥下体操を終了いたします。1日3回食事前に行いましょう。誤嚥を予防して体健やか心晴れやかに過ごしましょう。